えー、まずカリオスの、カリオストロ家の統一ですね。えー、対抗家の下働きにされた白爵家の復讐というやつなんですけど、これ実はですね、あの、別にあの、カリオストロだけでなくて、宮崎アニメの定番中の定番なんですね。っていうのは、例えば未来少年コナンではですね、あの、レプカという悪役がですね、太陽エネルギーで世界を支配すると。そのためにラオ博士の娘、ラナを、 つまえなければならないっていうようなことで、まあ、同じような構造になってると。で「えー、天空の城ラピュタ」ではですねムスカがですねラピュタの力で世界を支配するとそれもねやっぱ俺のところはどちらかというとマイナーなラピュタ家だっただから本家ラピュタ家のシータを捕まえてっていうようなつで,で、まあ、割とそっくりになってるわけですねだからこれから考えるとまあいかにもいつもの宮崎アニメらしい悪役というふうにも見えるんですねでも ラナーはその、太陽エネルギー復活に必要という理由があると。シータは非鉱石という遺産を持っているという理由があるとそれに対してなんでクラスでなきゃいけないのか指輪だけあればいいじゃんっていうですね理由がすごく曖昧なわけです。でおまけにさっき話したですねんでカリオストロ家を統一したいのかっていうのはですねでにカリオストロは、ね、家はですね白遮迢はですねゴートで闇社会を支配しているわけなんですよ。 で、これ以上何を望んでたのか、なぜ伯爵家と太鼓家、光と闇を統一しなければならないのかっていう理由が、なんとなく僕らにはよくわからないわけですね。で、実はですね、この辺はですね、あの、前回見せたすごい初期設定のマップにですね、答えが隠されたと僕は思っています。これが初期設定のマップですね。えー すいませんここにですねあの「神カリオストロと下カリオストロ」って書いてるんですねちっちゃい字ですけどもつまりカリ,オストロ家カリオストロ家っていうのは講釈えっ、ー、と太鼓家伯爵家っていうんではなくて上と下に分かれてたいわゆるラピュタでいうとラピュタ人の中でも神官クラスの人たちはあの神,神々の帰りを待っていたそれに比べて下の方に住んでる人たちはっていうのはラピュタによる 地球の支配というのを狙ってたというふうにですね、実は上層部と下層部で狙いが違うというのを、宮崎さんはよくあの社会行動の差というのは好きで使うんですね。で、えー、伯爵の説明、我が伯爵家は代々お前たち対抗家の影として、謀略と暗殺を司どり、えー、国を支えてきたというふうに言っています。これでわかる通り、実はですね、カリオストロ伯爵のですね、もともとの仕事はですね、偽札作りではないんですよね。 偽札にはです、ね、あ,のあまりタッチせずですね実は謀略と暗殺がシモカリオストロといわれる伯爵家の仕事じゃあ偽札っていうのは上カリオストロあの対抗家の仕事でなかったのかなっていうふうに僕は考えてるんですねでそれなんでかっていうとですねえー、っとですね これあの、ルパンがですね、銭、え、形、ー、のトッツァンと一緒にですね、ようやっと地下牢から脱出して印刷機を見つけた後、これは何だルパン説明してくれって言ったら、これがゴートサの心臓部だと言った後に出てくる説明です。はい。えー、とですね、中世以来ヨーロッパの動乱の陰に必ずうごめいていたや謎の偽金、ね、ブルボン王朝を破滅させ、ナポレオンの資金源となり、1927年には世界恐慌の引き金にもなった。 えー、歴史の裏舞台ブラックホールの主役ゴートサその震源地を暴こうとした者が一人として帰ってこなかったというふうにルパンが命中していますさてこの説明ですお分かりでしょうか、えー、実はですねあのカリオストロってです、ね、紙幣を作ってたのはこのほんの100年ぐらいのことなんですね、えー、実はヨーロッパでですねあの紙幣紙のお金が使われたっていうのはですね19世紀にですねイギリスでですね,あのじ、えー、とねソブリン金貨っていうの分かりますか あのカリブ海の海賊とか、ああいう,うパイレーツ・オブ・カリビアンとかに出てくる、なんかみんな金貨を持ってますね。あれってスペイン金貨か、大体いいイギリスのソブリン金貨なんですね。で、このイギリスで19世紀にソブリン金貨っていうのが発行された時にですね、金貨をあまりにたくさん持つのが重いから、それと同じ金額というか、の値打ちをです、ね、銀行が保証するという、銀行券というのを発行したんですね。これを打貫貨幣っていうふうに言います。 でこのカン貨幣、19世紀にイギリスが発行した銀行券が今の僕らのですね、持っているお札。あの、千札とか五千札とか一万円札の、まあ、大元のやつなんですね。で、なのでですね、えー、初期のカリオストロケっていうのはですね、実は金貨の偽造をやっててるんですね。で、次の絵です。えー、中世、フランス革命の時にですね、えー、ナポレオンの風刺画ですね。 これあの、当時の風刺画を、まあ、宮崎さんが書いてるんですけども、地球儀を持っているナポレオンとっていう風に書いてますで。地球儀に導火線がついてる。これ、どういう意味かっていうと、ナポレオンは世界征服を目指していた。しかし、それにはタイムリミットがあったと。もうここに導火線に火がついちゃってる、火がついちゃってる。だから、ナポレオンは一生懸命世界征服を目指したけど、タイムリミットが近づいてる。なんでかっていうと、彼の財布は破けたり、つまり破産しかけてるっていうのを書いてるわけですね。この 当時の風刺画でナポレオンの財政というのは実は極めて危ういものに立っていたで。これをですね、そのカリオストロ家のカリオストロ広告の後押しだというふうにまあ宮崎さんは設定しているわけですね。ブルボン王朝を破滅させっていうのはですね、マリア,アントワネットの首飾り事件というのが昔ありました。何かっていうとですね、まあ、のマリア,アントワネットがですね、買ったわけじゃないんだけども、なんかあの親友友、友達のですね、なんとか夫人っていうのが、えー 買った、買おうとしてたですね、ものすげえ高いですね。なんかもう、えー、4000億円ぐらいの、今で言うと値口ぐらいあるような、えー、首飾り、宝石の首飾りを買ってで、それの保証人みたいなのに、マリー・アントワネットがなって、で、後にそれはね、あの、訂正したんですけども、えー、フランス人を揺るがす大スキャンダルになって、で、マリー・アントワネットはレズビアン疑惑をかけられて、で、裁判までやったんだけども、その、 絶対に悪い奴、あの、マリアントワネットを引っ掛けようとした奴らは無罪放免されてしまって、でパリの市民感情はマリアントワネットに対してすごい反感を持つようになったと。で、これがそのフランス革命の一つのきっかけというふうに言われているんですね。で、その中で実際に、 そのマリア,アントワネットにですね、えー、そういうですね、あのすごく高価な宝石を押し付けようとしたのがですね、山市カリオストロという、これ実在の人物です。山市カリオストロっていうのがですね、えー、その、えー、カリオストロ伯爵ってあカリオストロ伯爵と、まあ、自分で言ってるだけなんですけど、こいつはですね、錬金術師であってフリーメイソンのメンバーであった。これはまあ歴史的真実だったんですけど、で、この、 じゃあ、こいつが本当に伯爵かどうかって、そうじゃなかったんですよね。あの、イタリアのシチリアに住んでるですね、ターの田舎者だったというのを調べた人がいた,いたんです。それを調べたのが誰かっていうと、ドイツでですね、当時、文豪でありですね、政治家であってですね、思想家であったゲーテってやつなんですけど、<laughs> このゲーテがですね、けしからんって言ってですね、カネオストの正体を俺が突き止めてやるって言って、個人でイタリア旅行して、それをイタリア気候という本にまとめて出版してですね、ついに俺はカネオストの その正体突き止めだぜっていう本を出版したんですけどまあそれぐらい大事件だったんですねこの山下カリオストロっていうのが。でそれが彼が錬金術師だってフリーメンソンだったっていうのがその宮崎さんが今回このアニメの中で「カリオストロ伯爵」という名前を作る。この「錬金術師」っていうところに注目してください。えー、っとですねでまあ,あのその一つ前の絵のこいつはですね「ドイツ30年戦争」ってやつです。 これあの後ろで戦争してるやつ。これドイツ30年戦争というのは17世紀に起きたプロテスタントとカソリックの最後で最大の宗教戦争というふうに言われてるんですけどもそれを背景に銀行か金貸し家がですねお金の査定をしているとつまり当時のですねその,あのイギリスのソブリン金貨もそうだったんですけどあらゆる金貨とかお金っていうのはあの1ドルとかですね1ポンドという値打ちを示してないんですね 一つ一つの効果ごとに重さを測って比重を測ってその中に金が何グラム入っているのかっていうのを見て値打ちを決めてた。だから上に刻印してある値打ちっていうのは一応なんか形式上のもんでっていうものだったのでそれの交換をやってるところですね。まあまあ、という時代だったんですよ。で、えー、っと。まあ、これがですね、えー、っと、後に。よいしょ。 こうですねえー、イギリス空軍墜落したイギリス空軍の倉庫から空軍機の倉庫から大量のおそらく偽マルク札が発見されてドイツ兵が見ているとつまり第二次大戦でですね連合軍を勝利に導いたのもやっぱカリオストロ皇国の手だったのかもしれないイギリスの国家ともう手を組んで日札を作ってたというようなエピソードがここに入っているわけですね。で あのまあ話を戻しますけどもですね、えー、これで分かる通りですね印刷という形で偽金を作り出したのは実はカリオストロ家はですね20世紀に入ってからなんですね16世紀から19世紀までの間のほとんどの時代ですね、えー、偽金貨を作っていたっていうふうにしなければ話がおかしい全くです矛盾しているとで城に印刷工場ありましてねあれ城の印刷工場というのはもともとカリオストロ伯爵家下カリオストロの 得意技である暴力とかです、ね、暗殺のの舞台の上にこの印刷工場を作ったと。つまりあくまであれカリオストロ伯爵の仕事として印刷始めたんですね。なのでどこで偽金貨を作ってたのかというのは今回の映画で書いてないんですよ。でもそれは多分あの紙カリオストロいわゆる大公家であったというのがですね 僕のですね、まあ妄想なんですけど妄想です。出ないと辻褄が合わないからですね。えー、かつてのカリオストロ家はですね、上と下、カカリオストロと下カリオストロで役割分担があったんですね。上カリオストロの役割っていうのは、偽金貨を作ることと政治を司る。つまり、婚姻関係でヨーロッパ中とですね、結婚関係を結ぶということです。で、下カリオストロの伯爵家っていうのは、陰謀と暗殺。これがですね、二つのですね、えー、大きい オオススと下実際のですね本物の山下リオストロというのは錬金術師であって銅とか鉛などの癒やしい金属から純金を作る魔法使いそのイメージで、まあ、自分たちが発行する金貨の価値っていうのをつけてたっていうのが、まあ、宮崎さんがつけたおそらくカリオストロっていう名前と偽金作りっていうことだと思います。 もしこれが最初から紙幣にするしてもいいんだったら別にあの19世紀からのカリオストロ家のことを書きゃいいだけであってわざわざ1517年とか年号を書いてるっていうことでですねこれもう金貨ですよと言ってるようなもんなんですねでもカリオストロ家紙カリオストロ家の金貨が通用しなくなってしまったと、えー、そこで偽金作りまでですね下カリオストロ伯爵家が受け持つことになってしまって両家のパワーバランスが崩れたと。 パワーバランスス的には、はオストロは偽金をを作り、政治を司る。これで一応ですねなんかこのなんでしょうねあのアイドルとマネージャーみたいな役割分担はできてたんですけども <laughs> ところがですねカミカリオストロの偽金が通用しなくなっちゃったおかげでシモカリオストロが偽金を作るようになってきて両者のパワーバランスがつかなくなると。で 太鼓家が偽金を作れず、我が伯爵家で偽紙幣を作る。だったらなんで我が伯爵家は下に甘んじなければいけないのかって。なんで俺たちは太鼓家の下に作らなければならないのか。カリオストロ伯爵の疑問というか怒りはまあ、本当にその通りなんですね。で、そのせいで、カミオストロ、カミカリオストロをですね、不要だとして、カリオストロ伯爵はですね、暗殺を企んでですね、焼き討ちをして、 でなおかつカリオストロ公国の近代化に乗り出したとこれがおそらく大公家焼き討ちのですね真実実は近代化だったんですねではなんで大公家のですね偽金貨が通用しなくなったのかえっ、ー、とですねこれはあのさっきも話したとおりソブリン金貨というのが19世紀に発行した時からもう大量の金貨を持ち歩いて支払うということが事実上無意味になってしまったおまけにその金貨を持ち歩いて支払うということが事実上無意味になってしまった 金を持っているだけしか国家がですね、通貨を発行できないんだったら、国際的なですね、こう、経済というのが回らなくなってきてしまう。打艦紙幣、いつでも金とか銀に変えれる貨幣から、俯瞰紙幣と言われるですね、金とか銀に変えれないような紙幣っていうふうなものに時代が変わってしまったと。実は太閤家がやってるですね、その、偽金貨というもの自体が時代遅れになっちゃったんですね。で、これが、まあ、白尺家。 がですね、公爵家をですね、殺しちゃった、なくしちゃった理由だというふうに思います。ちょっとはね、見やすい形になっていると思いますので、あの、すいませんけど、ちょっとぐらい、一回、あの、見てやってください。よろしくお願いします。